はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使信長プレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、大信長包囲網が結成されて、まあ、ことごとく信長の敵に回ると、今川、武田、浅井、朝倉、足利将軍家に本願寺、さらに鈴木家と、まあ、四方八方敵に囲まれたという状態になってしまいました。で、今回はですね、まずは今川、武田と和睦、まあ、ここは武田と和睦の道をまず選んでですね、まあ、今川が単独で攻めてくるってことはね、まあ、ないかなとは思うんですが、もしあればそれは、三河、尾張方面の軍勢で撃退、基本的には講和、これを選択肢に入れてプレーの方していきます。で、一方ですね、浅井、朝倉、足利、鈴木、本願寺、これに対してはもう苛烈なまでの攻撃を加えていきたいということで、武田、今川に対しては和睦、一方浅井、朝倉、足利、本願寺に鈴木に対しては、この和睦の期間中にできるだけ削り取っておきたいなというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。というわけで、まずは今お話した通り講和を結んでいきましょう。今川に対しては和睦できないが、まあ、前回はですね、信長軍で武田軍の軍勢を撃退できたはできたんですが、まあ、それだけでは済まないというところもありますからね。では早速宣戦布告をしていきましょう。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。ではさらに宣戦布告していきます。もうバリバリ宣戦布告ですね。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。さらに宣戦布告、まあ、この戦い方がいいのかっていうのはあるんですけど、あ、そうか、鈴木はもうすでに戦闘中ですね。なのでまずは信長の本体で4万5千、この軍勢を持って行くぞ。浅井に攻め入りましょう。出陣する。で、並行して本願寺、本願寺には半兵衛を主力とする28000、まあ、十分でしょう。出陣しましょう。さらに勝家率いる15000の兵、これも長島城に派遣していきます。まあ、武田との和睦がなることが前提条件になってくる作戦にはなるんですが、長尾、まあ、後の謙信とは、ご覧の通り兵糧1万、これと引き換えに12ヶ月の同盟、これはむしろ歓迎ですね。志果たせぬか。武田からの返事待ちだけど、どうなってるかな。報告いたします。武田との和睦が進んでいない、もしかしてもう一度和睦の使者を送る。まだ交渉を持ちかけている途中と出てたので、交渉の結果が出ていない状態ですね。ん、西山御坊から兵が集まってきてるな。この軍勢と戦うのは結構厳しいけど、まずは信長の軍勢で浅井を叩くところからですね。よしてるが出切れですね。これでまあこれは予定通りかな。お金3000で武田と和睦できるんであれば全然 OK です。まあ、今武田と
戦闘する余裕はないんで。一人たりとも逃すな。かたじけない。囲め。待機せよ。よし、まずバンバーを取りましたね。で、この信長の軍勢はそのまま小谷へと向かわせましょう。出陣する。まさに総力戦だな。信長の本体はこのまま北王に小谷を攻めて、勝家は長島城を攻略した後、余力があれば援軍として足利の朝宮城あたりに攻め込みましょうか。勝家はそういう意味でもう強行にしちゃいましょう。この辺りはね、家臣の息子が元服した暁にはしっかり配下に入ってくれるっていうのはありますからね。でだ、ここに来てかなり兵糧の消耗が激しくなってるな。気に入った。となると農業商業系が欲しいんで、信長、貞勝、左近、この3人の策を受け入れましょう。で、その上で騎馬隊とかやるよりかは、今米系だな、農業、領主選別をまず入れてしまいましょう。1個で軍事があまりに余ってるんですけど、軍事をやるよりかは今お話したように少しでもお金が欲しいんで、先にこっちの方を入れて余ったので軍事と思ったんですが、軍事187だけでできることはないですね。お、戦国権兵衛が仲間に入るんだな。この辺りはね、もう一括全員雇用します。で、問題は米が全然なくなってきてるんで、米を買い付けておきましょう。で、並行して米をもらえるところがあれば米をもらいたいんで、別所には兵糧がもらいたいけどな。兵糧がくれそうなところある？山名はもうちょっとかかるね。別所に関しては兵糧をもらいましょう。しました。で、他兵糧くれそうなところがあるかというと、ちょっと見当たらない。山名に関してはもう少しできるな。神前の大使の派遣状況どうなってる？神前の大使送りましょう。ここは元意を送ります。で、元意を送ったんで次の1ヶ月後には交渉が持ちかけられるはずです。で、他赤松とかからも兵糧、まあくれるかどうかは別にして、くれと言っておきましょう。承知いたしました。どうしても今兵糧が欲しいんで、なんか難題を突きつけられる可能性はもちろんあるんですが、兵糧とにかくくれと言って回りましょう。一人たりとも逃すな。そしたら勝家の1万5000はこのまま、朝宮城に向かいましょうか。で、そのためには先に宣戦布告しなきゃダメ。じゃあここで将軍を滅ぼしちゃいましょう。
勝家の1万5000がいれば浅宮城は落とせるかなと思うんですよね。進むぞ。で、信長の軍勢はここはもう兵糧があまりないので織田にお力攻めにしましょう。使いの者が来たようです。本願寺より交渉か。兵糧3万4100で、こう、うん、ごめんなさい、こうはしたい。これは一旦受諾しておいて、先にあざ、うん、ごめんなさい、アザイと、足利ですね、ここを攻めてしまいましょう。出陣しましょう。乱世が望む俺の天界。さあ、これでオダニを取りましたね。で、オダニを取った勢いそのままに清水山を攻めて、これで浅井家を滅ぼしましょう。で、勝家の軍勢は足利の、浅宮城に。で、半兵衛はですね、一旦本願寺と和睦をしているので牧島城に向かいましょう。進むのです。そしたら久秀の3万の軍勢ですね、これも強行にしちゃいたいんで張り付きましょう。災害我に続け。家宝が欲しいと言ってきている。ただ今は兵糧は7万2000あるんで、その必要はもう今はないんで全部拒否していきましょう。西側強行にして一気に落とします。で、清水山を取った後は金ヶ崎から越前に進攻していきましょうね。もうこれを逃さずに一気に敵を殲滅します。合わせて足利将軍家、有岡、牧島、浅宮、二条御所、この4つの城も落としきりましょう。報告いたします。信玄との合戦を避けたいので、ここは親善の大将を送っておきましょう。まずは三好だな。三好が離脱されても困るんで、三好に関しては久秀を送ります。窮地の中でしょう、久秀は。あとは当面の間戦闘したくない武田家。武田にはそうだな、勝松を送りますか。で、今川にも人を送ります。ここは定勝を送っておきましょう。で、赤井とは赤松かな、赤松とは同盟が切れるって話だったよね。どこだっけ、別所は通称だけ、今だと別所に対してはもう一回兵糧もらう。どこと同盟が切れそうだったかっていうのをちょっと見逃しちゃいましたね。
さて、ではこの後なんですが、原稿録はまあいいでしょう。報告一覧でいうと、偶心上のかな、畠山との同盟が期限切れね。了解した。であれば畠山に対して同盟を申し入れよう。畠山はどこだったかな、ここだな。はここは兵糧外交に持ち込んで同盟を交換条件に引き出していきましょう。久秀ではここは力攻めになってるね。あとは半兵衛も牧島は力攻めにしましょう。時間優先ですね。兵糧が足りない今となっては力攻め強行で一気に城をもぎ取ります。乱世が望む俺の天下よ。まあ、全員基本的には登用していくものの、まあ、ここは歴史に習って浅井一門衆は切り捨てましょう。長政とあと久政がどっかにいると思うんだけど、いたね。浅井の一門衆は首を果てて跳ねて白ダミにしましょう。シスの味か。参るぞ。でそのまま金ヶ崎に進攻。いや今宣戦布告されてないからどうなんだろう。一旦このまま放置した方がいいのかな、それとも朝倉に対してはもう宣戦布告して一気に蹴りをつけた方がいいのか、残りの兵糧を考えるといけなくはないんですよね。ここは信長の軍勢を持って一気に蹴りをつけますか。宣戦布告していこう。阻む者生かしてはおけぬ。参るぞ。俺に続け。問題は機内だな。貴様ごとき我が敵ではない。犀川落としましたね。まあ、全員基本は登用していきます。まあ、三太夫はじめ優秀な武将が一気に加わるのでこれはありがたいですね。では久秀の軍勢は一旦解散します。みんな勝ち時を上げよう。浅宮城も落としましたね。そしたら勝家の軍勢はこのまま御所に攻め入りましょう。進むぞ。口ほどにもありませんでしたね。で牧島を取った半兵衛の軍勢は最後の拠点になるであろう有岡城を攻略します。これで足利将軍家は滅亡かな。取り囲め。勝家はここは力攻めで一気に城を落としましょう。で一方信長の方はここも強行にして兵糧の節約に努めます。囲め。で畠山とは12ヶ月の同盟を交渉条件にうまく引き出せたのでこのまま同盟を結びつつ兵糧11,800これを受領します。旗の家はダメだな、堅くなに我が野望別所と一緒に何人たりとも止められぬ。家宝家宝ですね、家宝を要求してきますね。俺に続け。ではさらに越前の奥深くへと信長の軍勢を進めます。で勝家はの方はというともう御所を焼き討ちにかけましょう。包囲しましょう。城が取り囲まれました。ちょっと配属をまだしていないんですが、配属はちょっとこの後にしてですね、先に迎撃態勢を整えていきましょう。
これは数正を送り込んでいた武田との親善ですが断られたんだな。で、カウチ、ここも同盟切れになったので、ここに関しては得意の兵糧外交に持ち込みます。で、信長の軍勢はというと金ヶ崎が危ないので、金ヶ崎の救援、まずはこれですね。で、同じく勝家か、御所はどうなってる。義輝がどこに向かってるかというと牧島に向かってるんだ。ちょっと動きがよくわからないな。ここは牧島の救援を先にした方がいいね。ただ牧島の救援するにしても兵数で劣るんだな。となると先に勝家はここ御所を攻めておいて、義輝討伐軍を新たに起こしましょう。ただここで動員できるのが長秀の8000だけが、これは危険だな。そうするとだ、有岡城を攻めている半兵衛の軍勢、これを返しましょう。ちょっと効率が悪いんですが、先に牧島の救援に当たらせます。こんなところかな。で、配属はもうちょっと先までお待ちください。城が取り囲まれました。負けてやるわけにはいかぬ。御所は取りましたね。藤高はね、ご覧の能力なんで、ぜひとも配下に加えたい。で、安土城の築城が開始だな、ここに来て。まあ、ついに御所を取りましたからね。あ、そうそう、そうなんですよね。五郎座、丹羽長秀は安土城の縄張りをしたと言われてましたよね。さ、安土城の築城が始まっているんで、まず御所を攻めた勝家の軍勢ですね、これを入れ替わりで有岡城に進めます。ちょっとここはね、軍勢の配置を、誤ったかなというところはあるんですが、逆に半兵衛の軍勢ね、指示を出してますけども、牧島城の救援に向かわせましょう。間に合うかどうか、かちょっと待ってね、これ有岡城を力攻めにする方が早くないか。となれば勝家をやっぱり牧島城に派遣して時間稼ぎをしている間に、半兵衛が有岡城を落としてしまえば、どうだろう、皆さん続いてください。足利としては拠点をなくしますよね、軍事的な拠点を。これの方がなんか効率がいい気がするな。ちょっとこの形にもう一度作戦を変更しましょう。で、義景の軍勢は金ヶ崎で撃破。牧島は持たなかったか、しょうがないな。じゃあ信長の軍勢、これでさらに越前へと進行していきましょう。問題はまずは有岡城を落とした後だな。勝家が勝てるかっていう話もあるしね。ここはやられるよね。朝倉からか。一旦講和しとく。城一つもらえるんであれば一旦講和しておきましょう。先に朝倉将軍家、これを蹴散らせておきますか。なので一旦信長自体は移動させましょう。まあ兵力もね、
当初集結させていた半分ぐらいにまで減ってしまってますから。そしたらここは力攻めにして、硬いな、めちゃくちゃ硬いですね有岡城は。思ったより残りの兵糧の数がね、ちょっと心もとなくなってきてるんで、やっぱり心配にはなってきますね。ここは半兵衛の軍事46よりかは鈴木重兼で合ってますかねの方の農業の方にやっておきましょう。鉄砲の取引増加はすぐにやりたいな。鉄砲火事もやりたいですね。まずは鉄砲流通を最優先にしましょう。鉄砲はね、買うのが一番早いですけど高いん で、城攻めの極意はどうなってるかというと、工場の心得、築城名人がそれぞれ必要か。で、築城名人が3分の2なんで、あと1人ですね。誰かを入れればそれでこと足りるかな。で、このまま足利将軍家を滅ぼした後に、城に配属をかけていきたいので、まずは半兵衛の軍勢を持って足利将軍家最後の拠点巻きしましょう。ここを攻略しましょう。よし、これで将軍家を滅ぼしましたね。で、将軍家義輝はじめ、一応客商として迎えておきますか。天海義昭はどこにいるかちょっとわからないですが、では半兵衛も一旦解散させて、これでね、兵糧の数がギリギリになっちゃいましたが、なんとか持ちこたえた上に、機内に作っていた反信長勢力はほぼ一掃しましたね。あとは残っているのが本願寺、まあ、あの石山御坊にこもる本願寺と、あとは地前の朝倉ですね。ここを叩けばほぼほぼ、決着がつくかなというところと、あとはね、今川、武田、この辺りとの戦争も継続ということになると思うんですが、三好はね、このまま四国の一帯をしっかり確保してもらいつつ、この後は別所、山名、特に山名ですかね、こちらの強靭の意を全く示さない山名、この辺りを攻略していきましょうか。で、山名を攻略したらいよいよ毛利とも国境を接してくることになるので、まあ、毛利との国境管理も重要になってくるかなというふうに思っています。では、この続きはまた次回プレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。